カースエステフェベロイエロヒエロヒサバトエリオンエーエイヘアジャーエーヘイエアドナイ。ヤーシャダイテトラウラマトンシャダイアギオスオデクスイクトロンアタナトスアグラエイメン。反逆せる悪霊たちを抑える力を我に与えたまえ。ああ、幽霊の生贄、浜津御国の門を開きたもうものよ。あなた方の門を開けよ。あなた方の王子たちよ、永遠の門を開けよ。栄光の王が入られる。永遠の王とは全能の王、主は栄光の王者。ザーザスザーザスナスターザーザス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 。いやだ、なんだ、伊万里か。なんか用か。みなせ、一緒にお弁当食べよう。って、なによ、もう食べ終わっちゃったの。お前のトイレが長すぎるんだよ。さては早弁ね。今チャイムが鳴り終わったばっかりじゃない。なのにこんな大きなお弁当。何よそれ。何でもないよ。まさかお弁当2つ持ってきてるの。まあな。さてと行くか。行くってどこへ。伊万里には関係ないの。ご飯粒ついてるよ。どうぞ。失礼します。いらっしゃい。あの先生、お話って何でしょうか。伊藤さん、もうお昼は済ませたのかしら。いえ、これからですけど。そう。それじゃあ、私がごちそうしてあげるわ。やっぱりいたずらか。そりゃそうだよな。そんなことあるわけ。水瀬くん。白木理科。呼び出しておいてごめんなさい。ちょっと生徒会の仕事があったものだから。あ、いや、これ、君が。昨日からあなたのことで頭がいっぱいなの。白木さん。あなたのことを思うだけで胸が張り裂けそうなの。水瀬くん。水瀬くん。
私を抱いて。お願い、今すぐ抱いて。もう我慢できないの。白木さん。稲瀬くん、私のこと嫌い？そんなことないよ。その、ずっと憧れてた。嬉しい。よし、これでオッケー。なんなのそれ。さあね、なんでしょう。なんでしょうって、やだ、針で指まで刺したのに。だって魔術式取りの佐伯にできないことを俺ができるわけないだろう。そうよね、こういうことは佐伯さんがやるから神秘的なんであって、水瀬がやったって。いいから伊万里は黙ってろよ。これからおごそかに呪文を唱えるんだからさ。呪文？村井。ん？そしたらこいつをその浅田くんとやらのカバンにでも忍ばせてみな。うん、わかった。エロイ、エロイム、エロエ、ザバオト、エリオン、エシャロス、アドナイ、ヤー、テトラグラマトン、サディ。突然追っ始まったらしいぜ。彼女と一緒に歩いてた浅田くんが、あの村井って子とすれ違った途端告白したんだって。そうだよ。だけど告白してすぐあそこまでやるか。そうだよね。だって結婚。何をやってるんです。やめてください。白木だ。ここをどこだと思ってるんです。話せ。何すんだ。話せ。話せよ村井さん。皆さん、見物してないで手伝ってください。ねえ、みなせ、ちょっと見せてよ。ダメ。うまく描けてないのかな。違うよ、まだ途中だから見せたくないの。どうしてよ、いいじゃない。だからダメだって。なかなかうまく描けてるじゃない。なんだこれは。あるがままを描いただけだろ。見えてたなら描く前に教えろ。水瀬くん、伊万里さん、高城先生。本当に仲がいいのね、あなたたちって。ねえ、水瀬。ん？うん。なんだよ。うん。なんでもない。北見先生？どうしたんです？こんなところで。ちょっと、そう、探し物を。もう、手伝いましょうか。いいえ、結構よ。あの女、完全に気配を消していた。まさか。昨日の…え？昨日の村井さんのことの…あれって偶然だよね。あ、当たり前じゃないか。オカルトオタクの佐伯だって歯ぎしりしながらそう言ってたじゃないか。どうしたんだ、伊万里。佐伯さん…あ？
佐伯。水瀬君、大切な話があるの。あの、じゃあ私行くね。おい、伊万里、別に。助かるわ、伊万里さん。それじゃ。水瀬君、あなた以前から魔術の存在を否定していたのよね。ああ。でもあなた自身がそれを使った。昨日の村井さん、そして今日の白木さん。悪いけど、生徒会長の白木さんがあなたなんか相手にするはずない。私の家ここなの。寄ってくでしょ。あはあ、さすが黒魔術オタク。しかしこれが年頃の女の子の部屋かね。何おじさんみたいなこと言ってるの。もっとリラックスしていいのよ。今他に誰もいないから。で、結局話って何なんだよ。だから知りたいの、水瀬くんの秘密。別に秘密なんてないよ。嘘ばっかり。あなたが使っているのは愛の呪いの一種、人の心を操り姦淫を施す術。何の知識もなしにあんなことできるはずはないわ。水瀬くん、あなた12年前の魔術サークルの話聞いたことある？噂だろ、ただの。彼女たちの魔術も最初は興味本位のままごと程度のものだった。それが。だけどそれは次第にエスカレートしていった。生贄として生きた動物を引き裂き、その血と魂を悪魔に捧げた。ありえないね。彼女たちは時代錯誤の魔術の儀式を実際に行っていた。そしてついに12年前のワルプルギスの夜、帰るかな。待ってよ水瀬くん。ワルプルギスだかキリギリスだか知らないけど、俺そんなもんに興味ないんだ。付き合ってらんないよ。待って。ごまかしてもダメ。確かにあなたは魔術を使ってるわ。だからあれは単なる偶然。水瀬くん、あなたの秘密を教えて。お願い。もちろんただでとは言わないわ。佐伯さんの話って何だったんだろう。水瀬、なんだかおかしいよ。